今日のテーマは何ですか？今日のテーマはゲイリー山本。あ、危ない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 。あ、釣れた釣れたな。いやでも絶対1個目が釣れましたよ。これがバス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 が青手長青手長からウェブウェってきた。ズシンじゃなかったウェブウェってきた。行かないみたいな。あ、魚だ。よしよしよし。4匹目。おお。がっつり飲まれた。おしゃべりしてたわ。おお。おっと。5匹目ですよ。5匹目。根掛かりは嫌だけど、そこの流れ出しから前のここら辺一帯もすげえいい立ち木いっぱい入ってんでね、ヘビキャロでやると今すごいもうゴリンゴリン当たるんだけど、さっきもそれに絡めてなんか立ち木の枝にかけてこうシーソーしてたらダダダダダって入ってったんだけど、結構時期を問わず釣れてくれるイメージだけど、うん、今日はワンバイトもらっただけってことだな。もうちょっと餌が固まってこないとな、やりづらいのかな。うわー、いいコリコリだ、すげえ。くっちゃえくっちゃえ。おー、なんだこれ。お、当たったのか。あー違うか、コリコリか。うん、騙されコリコリでした。ちょっと一応入れとく。いやーでもドゥンドゥンってきたんだけどな、重りが超えただけ。コリコリあるよね。ああ、それがたまんない。ここ気持ちいいね、ほんとね。とんでもない、ほんととんでもないコリコリ。あと2時間コリコリしてたい。とても心が洗われるよ今。お、当たった。これ食わないの？ダメか、うん、ダメだな。今のもね、今のは完全にダン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 って言って、あ、吐いたなっていうのが分かった。すごい、ちょっとそっちの流れ出しの方入れ直すといいコリコリあるよ。俺が投げたラインになんか立ち木があって、それに絡めてジクジクやってると当たりが出る。ちょっと唯一当たりが出てるとこだから、なんとかこの魚毎回この立ち木絡めると当たるから、なんとかチビに食ってほしいんだけど。ちっちゃいのかな。おし、あ、当たった。いや絶対今の本当に食えないほどのチビかも。うん、でもそこなんかねあるんだよ。来た来た。でもね、これギリでもないと思うんだよな。本当にチビなのかもしれない。今のでレッグを食わないってことはないの。今の当たりで。ああ。今の当たりでレッグ食わないとしたらやっぱギリかもしれない。いやでもね、これに当たってんのはあの当たり的にはバスだよ。あ、割と1回目に当たってから長いこと待ってたの。ああ。待ってる。うん。ツンツンって来るまで待ってたから。うん。だいぶ手前だ今。ここら辺でしょ。もっと手前。あ、もっと向こう側だって当たったのはね。あ、うん、一応じゃあここら辺で一発入れてもらって、ちょっと遠すぎてかな、なんかあーコリコリしてんなーと思いながら。うん、ギルか、思わせぶり。ギルバイト。ギルっぽいような気もするなぐらいの。チャ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 みたいな感じ。ああ。ベラだよ、ベラ。ベラ？カワハギの時に来ると
まずムカつく。ベラも美味しいんですよ。関西だと高級魚ですよ。食べづらいね。うん。もうちょっと後ろか。美味しいよ。立ち木に絡まねえ。あーでも秋っぽい釣りだな、楽しいな。釣れない。うん、あ、ここだ。何なんでしょうか。よし、来たかな。これが木だったら悲しい。これが木だったら悲しい。いやー、ちっちびだ。よっしゃー、坊主じゃなくなりました。ノリーズのエスケープチビツインで釣ることができました。いやね、今日はめぐたつさんが5匹釣って、俺坊主でもう本当泣きながら釣りしてたんですけど、こんな感じでね、よいしょ、チビのツインで、ね、釣ることができました。ちっちゃいけどね、丸坊主じゃなくしてくれた。チビツインだからチビだったの。おっとツインなんだから。ちょっとそんなことない。もうでもね、まあビッグエスケープツインだとなかなか本当丸坊主になってたかもしれないから、そういうタイミングで確かにね、ノリーズで遊べるワームが増えたっていうのは非常に喜ばしいことだと思います。じゃあ行かします。 21g のシンカーで、まあ、いわゆるヘビキャロセッティングで釣ることができました。リールはね、いつものグラビアスのギアヒ7のものに、ファンタジスタのレジスタ 70H で、で、コリコリを、すごい感度がいいんでコリコリ感じながら待ってると、コン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 、はい